今日はねここでのんびり過ごしたいなと思います。ようやくねセッティングもできたのでね、今から朝飯の方を作っていきたいと思います。冷汁、これを作っていきましょう。それではね早速いただきましょう。リンゴはねざく切りしていきますんでね、もう適当ですわ。もうこれだいぶ柔らかくなってきたみたいですね。それではねただいまからデザートを作っていきたいと思います。使うのはねこの春巻きの皮、これでフルーツ春巻きを作っていきたいと思います。先ほど作ったアップルパイの具と、あとバナナもねこれ半分にして入れております。これを使ってね作っていきたいと思います。まずここに引きまして、あ、もちろんこれもうすでに消毒して拭いてますんでね大丈夫かな。これねバナナを入れていきます。これにねいちごのこのスプレーをかけていくんですよ。うわちょっと散らばったけど、あとはこれを巻いていきます。はい、これで一つ出来上がり。なんかすごい綺麗と思いません？チョコのカラースプレー作ったのはねこうやってね綺麗にこういう風にね発色するっていうのも狙いなんですよね。これね先日三つ星キャンプという番組の中でねやってたんですよ。ぜひともねあこれやってみたいなと思ってね今回やってみました。はい、それでは次ねアップルの方やっていきましょう。うわこれ美味しそうやで、めっちゃ美味しそうやんか。これを巻いて折りたたんでいきましょう。もうちょっと丁寧にせなあかんね。まあ雑やわ。はい、できました。それでは乗せていきましょう。うん、だいぶパリパリになってきましたよ。おー、いい感じになってきたね。イージーイージーイージー。よし、もういいでしょ、揚げましょう。さあできましたね。本当パリパリで美味しそうですよ。今日もねまたカルディのアイスブレンドを飲みたいと思います。やばい、溢れてくる。ああ、そしたら春巻きいただきましょうか。おー、すーごいパリパリ。それではいただきます。うん、うん、うまい。ああ、アイスエスプレッソもめちゃくちゃ美味しいですよ。春巻きの甘さとねこのエスプレッソの苦さがちょうどいい感じです。アップル春巻き、こちらいきましょう。うん、たまらん、これもたまらん。しかしね、ほんと暑いっすよ。めちゃくちゃいい天気。あの前の川にね、飛び込みたいぐらい。あ、向こうでね、子供がね、川入ってるんですわ。気持ちよさそう。流されんといてや。頼むで。ただいまね、春巻きのデザート食べてね、のんびりしております。本当にね、暑いけど風がね、ちょっとやっぱ気持ちいいっすよ。それとね、あと、首にはね、これを。これをつけております。涼しいです。そしたらね、そろそろ昼飯の方準備していきたいと思います。お米の方はね、もうね水に浸して準備できたんでね、
あとは炊いていくだけなんですけどね、いつもこの 20g の固形燃料使ってるんですけどね、ちょっとこの 25g の固形燃料ね、もうえらいことになってるんですよね。これね、もうパンパン、もうパンパンに膨れてましてね、もうちょっとね、今回これから使っていきたいと思います。パンパン、あちゃちゃ、ポンコツぶりを発揮してますね。これ逆こうね、うん、マジポンコツ。はい、今ね、タープの下で寝転がってるんですよね。風がスーッと入ってきてね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。さあ、それではね、ランチを作っていきましょうか。今日はね、ハヤシライスを作りたいと思うんですね。このデミグラスソースを使ってハヤシライスを作ります。ただいろいろ具材とか用意するとね、すごいめんどくさいんでね、もう簡単に作るために一緒にこいつを、牛飯の具、松屋のね、牛丼の素ですよね、これを入れてね、一緒に煮込んでいきたいと思います。これね、中にね、もう牛肉とかね、玉ねぎとか入ってるんでね、これを煮込めばね、絶対美味しいハヤシライスになるはずですわ。まだやったことないんでね、どうなるか分かりませんけどもね、乞うご期待。牛丼の出汁もね、きっといい感じになると思いますよ。このままご飯かけて食べた方が美味しいやんって、それは言ったらダメですよ。あ、それではね、こちらのデミグラスソースを入れていきます。あとはこれをね、煮詰めるだけです。さあ、沸騰してきましたよ。これをね、もっともっと煮込んでいきましょう。この煮込んでる間にね、ちょっと私の方は一服させていただきます。さあ、こちらでちょっとね、一服させていただきます。それでは、お疲れ様でした。し、できました。これにね、ご飯を入れましょう。でもね、もうご飯もね、これね、シェラカップ炊飯完璧ですね。全然焦げる要素もないしね、やはりね、強火から弱火ですよ。それを確実にすることですよね。よし、これね、牛丼の牛肉も最高に美味しいですよ。うん、玉ねぎもトロトロ、この牛肉、さあ、夕ご飯も食べてね、今一服しております。本当に気持ちいいお昼です。タープの下ね、風も入ってきてね、本当気持ちいいですよ。さて、そろそろね、帰るとしますか。と言いますのもね、この正面ね、結構人が増えてきましてね、できるだけね、人の少ないところに行きたいもんでね、今日はね、この辺で帰りたいと思います。さあ、帰る準備はできました。バッチリですね。はい、とね、ゴミもこの通り持ち帰ってます。爪痕なし、よし。さあ、それでは帰りましょう。はい、それではね、ただいま帰り道中です。すごいですね、この青空。8月の最終日曜日、めちゃくちゃ晴れてます。今回ね、デイキャンプとなりましたけどもね、結構充実しましたね。朝飯食って、デザートも食って、昼飯食って、それでね、ちょっと早めの時間、今までね、1時20分ですね、ちょっと早めに帰宅という形でね、もうここから1時間もかかりませんのでね、家まではね、あと家帰ってゆっくり英気を養って、明日からまた頑張っていきましょうか。
それではね、以上をもちまして今回の動画の方は終了させていただきます。もしよろしければね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の、ね、動画でお会いいたしましょう。さようなら。